読み上げが壊れとるやないかい読み上げが壊れとるやないかい読み上げ読み上げ壊れとる読み上げがよし当てようや。JRA 携帯は俺あった今日はね、京都通共同通信杯と、京都記念がありますね。うん、全然知らない。サンサイ歳馬なんだ、みんな。誕生日バーゲンだけ買っとけばいいっしょ。なんなら。 あと、京都。京都には結構知ってる馬いるんだよね。ユーバ・レーベンとかね。ゴルシの子供ね。母の父がディープインパクト。へディープインパクトってそんな昔の馬なの,ゴル,のゴルシの子。レッド・ジェネシスはディープインパクトがお父さんなのにジェラルディーナ。ジェラルディーナは、すごいね。 え、ジェラルディーナのおじいちゃんがディープインパクトなのに、同い年のレッドジェネシスはお父さんがディープインパクトなんだ。なんか、気まず。あれだね、ジョースケとジョータロウみたいな関係だね。ジョースケとジョータロウの関係が今ここで展開されてますね。皆さん。そうは思いませんか。マカヒキもなんか、気まずいわらわら。有名だな。 名前聞いたことある前勝ってなかったっけ日赤引きて九歳ヒけしてたからな。あそうなんだえ、ディープってもういない亡くなっちゃってんだそんなん血筋なのがね埋まってへえネット競馬見よネット競馬の京都記念と 共同新聞はいでか一番人気は誰そうなんだあ雨降ってんの今デムーロ夕葉霊弁が一番人気なんだへえ夕葉ベ弁って前そんななんか あんまり勝ってるイメージないでもなんか結構ブレてるねあれが降ってるよ秋葉まで自転車で行って帰ってきたなんで雨降ってんのに何がしたいの <laughs> うわぁ結露がすげえ窓の今日寒いもんねだってすげえ寒いわ今日ゴルシの娘だか息子じゃなかったそうゴルシの娘だか息子夜から行き見たいよ 夜から雪やったー。降ってくれたら楽しいね。もう、メスガキはメスガキ欲しいもう、メスガキはしばらくはいいかな。みんな、飽きたかのそろそろ。みんな、忘れた頃にまた出していくっていうのがいいのかなって。それか、まあ,あの、見てもらうだけいるいるだけ <laughs>、いてもらうだけいるか一応。やめろ、明日仕事なんじゃい。一応、明日仕事 <laughs> まあ、そうだよな。仕事してる人は、雪。 振ったらめんどくせえよな。ここにさ、俺の予想 <laughs>、予想入れる ?415。415。いや、415あるだろなんなら。415来いよ。あ、4の15できないんだ。4と10と5でもいいな、そしたら。4と10と5って買ってないな、今まで。 なるほどね。これが京都記念。で、共同通信。共同通信配は G3 だからもっとわかんないよね。みんなサンサイバーだし。名前聞いたことない。なんかジオグリフって前なんか、やっぱ一番人気だよね。名前聞いたことあるもん。テスト。テスト。あ、出てないよ。だ出したいなんか、ウェブカメラついてる。出したい。 メス書きシステムあそしたら米ー変えなきゃいけないんだよめんどくさいな米ーをね変えなきゃいけないんですよメス書きに読ませるとそれがめんどくさいからどうしようかなルメールかなやっぱルメール単勝10万円かけようかな どうもみんなたけしはたけしって今どこにいんのあたけし9番人気でも乗ってんだアバンチュリエ森のかんなちゃんクソ名前えかわいくない森のかんなちゃん買いたい森のかんなちゃん名前可かわいいな森のかんなちゃんってことでしょだって マジでスマートフォン版。はじもとんなです。はじもとかんなです。はじもとかんな、あいかつデビューしちゃいます。はじかんつったら、あの CM だよね。やっぱり。はじかんつったら、あの CM。 ちょって,て。 あ、あ、あ、すまん。電話来た親から。森のカンナちゃん、顔。名前が可愛いから。バレンタインステークスなんてやんだ。森のカンナちゃん、単二22倍だよ。親なんだって。親なんかよくわからん。適なこと言ってた。森のカンナちゃん、買うね。俺、入金した おにぎしてるわ。とりあえず、森のカンナちゃんね。森のカンナちゃん、単福100円ね。副賞は森のカンナちゃん。超無駄な金じゃないよ、4倍だって、森のカンナちゃん。いや、単賞100円だけか。応援しよう、みんなで。森のカンナちゃん。名前がかわいいから。 やっぱり森のカンナちゃんよ。<laughs> 超無駄に100円使ってる気がする。え、でもわかんねえかな。これ当たれば20倍です、皆さん。当たれば20倍。当てましょう。 どうしようかなー何が今でもあ、ラーゴム出んじゃんおいラーゴム出るぞ俺の好きなラーゴム応援するしかないでしょこんなもんは。ラーゴム応援。レッドジェネシ氏って確か強いよね、すごい。強かった覚えがある。ジェたぞ。マジで言ってんのラーゴムえ、まあ、名前の響きだけだからね、俺ね。 着131101212131221最初は乗ってたんだけどね開幕乗ってて G1 出始めてからぐずぐずになっていや分かんないまだないそういうのは出てない当たってもって感じかなラーゴムでしょでもやっぱり俺の押し馬だから ラーゴム。久しぶりじゃない俺競馬やんの。選手やってないよね確かね。ラゴームってなってるし、俺なんかしないけど。<laughs> 間違えてんじゃん好きな馬の名前。<laughs> ラーゴムはた名前の響きがかっこいい。ゴーレムみてえでかっこいいから。<laughs> レッドジェネシスって強かったよな確か。共同荒れる,ぜ共同荒れる じゃあ、ラーゴムじゃん。あ、これじゃあ京都、京都。京都記念だった。いや、おしんは絶対買うよ。京都通信杯は俺知らないもんだって馬、馬全然。誕生日でぐらいしか買えない。全部聞いたことない。名前の響きで言えばダノンスコーピオンが一番かっこいい。だって、俺あれだよ。小学校の頃の、なんだっけ、あの、裁縫箱。裁縫箱、俺あれだったぜ。あの、 赤いサソリだったから芝ややおもダート不良バンバなるほどねダート不良なのえこれどっち共同通信杯は芝かややおも雨打ってるもんね <laughs> おい誰が雨に強いんだ教えてくれ雨に強い馬よそ屋さん来てください勝たしてくれ俺に 雨の外枠に入れてる雨の外枠に入れてる。何雨の外枠って。シャトスクシャンストックトンアサヒアバンチュリーエ,エイシン・シュトルムジオ・グリッどっちナノダノン・スコーピオンとダノン・ベルーガどっちも強いんだでも34番人気だ。アケルナス・ナルスターレッドモン・レーブ ビーアストニシド。え、ビーアストニシドってなんか、いなかったっけ俺なんかビーアストニシド覚えてるぞ、なんか。<laughs> なんでだっけダなんでビーアストニッシド覚えてんだっけ、俺。知識ゼロだから直感で言ってもいいあ、いいよ。そういうの大切。ビーアストニシド、なんで俺を <laughs>。なんでだっけまあ、多分何回しゃべってみたんだろうな。名前で覚えてんだろうな、ビーアストニシド。 ニッシッドじゃねえんだっていう話をしてた気がする <laughs>。ビーアスド・ニッシッドじゃねえんだニッシッドかーみたいな。8、30年。オッケー。ビーアスド・ニッシッドと、えー、アバンチュリエと、ダノン・ベルーガ。ボックスで買おうかな。ダノン・スコーピオン。いや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 。絶対、絶対知ってるよ、ビーアスとニッシド・ニシッド。 多分このスポ神山ンン記念、一応多分この辺り G3 見てたんじゃないかな、G3。最近見てなかったけど、一時期毎週見てたから、ちゃんと。ちょっと最近あんまりなんか土日がダラダラしてたから見れなかったけど、ピーアスとニッシドなわけよ、結局。 どううしようかなダノンスコーピオン買うかダノンスコーピオン名前一番かっこいいしねやっぱ俺サソリの再放送だったからえーま買わないのがキチってことでしょ <laughs> 何より買わないのがキチってことでしょいや830当たるかもしれんぞマジで全然当たるよ830 何があるか分かんないからな。でもそんななんか超一番人気がいるっていう、まあジオグリフが3倍だけど、でも一番人気でも3倍ってことは超一番人気かって言ったら、京都はね、ラーゴム。京都はラーゴムです。まあね。俺もそうだよ。安心して。<laughs> ラーゴムです、皆さん。ラーゴム。<laughs> なぜ俺が好きだからラーゴムのことマカヒキ9歳だぜユーバー・レーベンレッド・ジェネシスあたりは硬いんじゃねえかなこれ京都でやってんの阪神競馬場えなんか阪神大雨じゃないマジかジオグリフかなやっぱりマカヒキまだ走るのか マカヒキ九歳やぞ。もう予報予報予報よ。甲子園球場みたいなもんでしょきっと。予報予報予報。アルミよう。これこれ。でかくないなんか文字。マカヒキ五年ぶりの勝利が京都やったから勝っとこうぜ。マジで言ってんの？じゃあまた勝つってこと？くー。<laughs> みんなつえーく見えちゃうんだよなこの。 あれ見るとみんな強く見る、ね、サンレイポケット G1、ね、んのいな長友みたいなこともしかしてサッカー日本代表のえ三サンレイポケット去年の G1 以降出たんやろへえ<ー>共同ガチ勢がいるねこれどっちが先にやんの 15時45分。15時35分。京都記念からか。京都記念から先か。く京都記念どうしようかな。え、ディープインパクトなのダノマジェスティ。でもそんな強くねえな、ダノマジェスティ。ラーゴムでしょ。やっぱり。色ついてからまら連勝マジでじゃあ信じるわ。 あれ、レッドジェネシスってすごい強いイメージあったけど、そんな勝ってないのかあ、去年の京都新聞杯。じゃあ、京都記念かうーん。なんか、レッドジェネシスすごい強いイメージあったけど、そうでもないのか神戸新、新聞杯強め。クロノジェネ,ネシスと勘違いしてんのかビーアストニッシドは遊びで100円くらい入れてもいいかも。ビーアストニッシド遊びで100円入れるかじゃん。名前がいいしな。何より。ビーアストニッシド。 こっちな共同通信杯な。ジオグリフ。ディープインパクトは子供多いからな。ね、そう結局、そういう母数が多いからね。強い馬もいれば、強くない馬もいるってことだよな。ディープの子供とて。あ、フィーチャルティーステークス出てたんだ、あのスコーピオン。えー、だよな結局ね、あの、ラブライバーが厄介が多いっていうのと一緒だよな。 母数が多いから、目立つやつが出てくるってことよ。ょっ田が勝つ可ちょっと違う。くなるほどね。日志丼日志丼も割と、なんか、副勝ぐらいだったら全然ありそうじゃない日志丼。副賞何倍だろう日志丼。俺、森,森のカンナちゃん。森のカンナちゃん買ってます、ちなみに。 応援してあげてください。皆さん。森のカんなちゃん。名前が可愛いから買いました。森のカんなちゃん。オッケー。二十倍ぐらい。二十一年は母乳キングヘイローが活躍してたな。こいつは勝つぞ。こいつ勝つよな。二十一年。 あ去年は何母・父・がキング・ヘイローの馬が活躍してたってことへえ。え、だって、ビーアスとニッシドのお父さん。お父さんかお母さんどっちかわかんないけど。アメリカン・ペイトリオットだよ。その名前かっこいいじゃん。勝ったら何買うの勝ったら何買おうかな。夜ご飯美おいしいの食べようかな。今日は銀行強盗の日らしいぞ。何それ。焼肉弁当とか頼もうかな。 焼肉行こう、うん焼肉食べたいでもこのなんかなんだっけ地方から来た馬を俺もき地方から来た馬をが強い世界のあれ見たいわ世界戦んかあのなんだっけオグリキャップみたいなあるのオグリキャップ以来にオグリキャップみたいな馬っていたの うちのおばあちゃんがウグリキャップすごい好きやったって。あ、そうなんだ。下上的なそんなことないの今までオグリだけなのあんだけバリバリやってたのって。そういうの見たいよ。可能性。だって、こんだけ長い競馬の歴史の中で、そういうのってほ本当にオグリぐらいしかいないのだってオグリだって。の回だけえ、マジでへー 小栗って相当すごいんだなおぐりとかかは90年前後だらら違うけどああ、なるほどね。そっか、小栗はその後移籍。地方馬のタイミングで G1 に出てたわけじゃないんだ。もう強かったから地方から来たっていうだけなんだ。えー、じゃあ本当にいないんだ。地方馬が勝つのって。じゃあ本当にすごかったんだろうな、グリキャップって。なんかグリキャップが人気あったよってよく聞くけど。 でうちのおばあちゃんもすげえ好きやったのよ見てたって言ってたけどおじいちゃんと一緒にそういうことだったんだなそりゃこんだけ長い競馬の中で1人しかいないってなったらそりゃ人気出るわ地方から来てかっただけが一回ってことか地方出身の有名中央馬い,いないんじゃないのだから小栗ぐらいしか。 知らないけど全然にわかだけどこのエイシン・シュトルムに頼もうじゃあとはエイシン・シュトルムに地方から来てもらおう,おはおだからうああなるほどね森のカンナちゃん 8番人気。27倍よっしゃ !2700 円だ頑張れ森のかんなちゃん始まるぞみんな森のかんなちゃん応援してくれ今 BS11 見てます。頑張れ森のかんなちゃん<ラ>森のかんなちゃん頑張れ !100 円を増やしていくんだって。こういうところで。前、めんこいももちゃん取ったから俺。めんこいももちゃん。 名前がかわいい馬は買うっていうの決めてるから頑張れ森のかんなちゃん7番でも森野環奈ちゃんでも中央の馬だからすごいんだろうなやっぱ地方競馬って結構割となろうと思えばなんか馬主になれるらしいんだけどやっぱ中央は馬主はもう 選ばれし者しかなれないらしいからすごいよねどんだけなんか特殊な名前の馬とかでもすごいすごい人のもと生まれてる馬たちだから逆に 中央の馬が地方に行くことってないのやばい森のカンナちゃんめちゃめちゃ出遅れてないめちゃめちゃ出遅れてたぞ今あ、いっぱいあるんだ森のカンナちゃんぐちゃぐちゃに出遅れてたおい大丈夫超察しの可能性がある森のカンナちゃんクソ出遅れてた <laughs> 頑張れ森のカンナちゃん ディープインパクトとかもあの位置からね、ぐわーってやってたから、当時見見たこと。見たけど、これも、ディープインパクトのレースとか最近。やっぱり最後尾から、もう、最終コーナー前ぐらいで上がってきて、刺すと。で、圧倒的1位になって、ゴールと。だか森野環ナちゃんもそういう馬です。きっと。クソ出遅れしたけど。<laughs> 頑張れ、森野環ナちゃん。森野環ナです。 ディープはタケシインパクト豊か。豊はあながち間違いでもないからなあ,あ。そうなんだ。クソ最高日なんだけど。<笑><笑>ちょっといける。このだって1等1位との多分120パシンぐらいあるけど、こっからだろ。こっからな。最後の直線行け？森の中田ちゃん。あ、でもいいぞ。ん森の母ちゃんどこにいんの？ あすげえ、最後尾にいる、森のカナちゃん。普通に。めちゃめちゃ普通に最後尾にいる。どうやって出てくるつもりだ森のカナちゃん。いや、あるあるある。頑張れ、森のカナちゃん。力を貯めてる。森のカナちゃん。結構来てる。頑張れ。カナちゃん、一番手前来た。カナちゃん。いや、カナちゃんあるぞ。カナちゃん。あ、もうちょっと。伸びろ。200m。あ、カナちゃん、結構来てる。カナちゃん。あははは。復章すら。 かんなちゃん、福賞、惜しい。でも、5、6位まで上がってきたかんなちゃん。うわ、出遅れてなかったらあったんじゃないかんなちゃん、これ。うわーかんなちゃん、惜しい。かわいい。かんなちゃん。最初、出遅れてなかった。<laughs> すごかったでも本当に。末足がかんなちゃんの。いや、ちょっとなー 外が一番大外に行くのに時間かかっちゃったな、カンナちゃんな。あと100メートルあったらカンナちゃん、勝ってたかもしれん。お、カンナちゃん4着じゃん。多分。多分カンナちゃん4着じゃないこれ。すごい、カンナちゃん。いや、怪しいな。4か5だな、でも。いや、わかんねえな。どうだろう。お、カンナちゃん4着だ。 4着ならまあまああいいいぐらいの足はあるんやないやだってあんな一番最後尾からここまで来たのすごいなカンナちゃんおいカンナちゃん押し馬に入れとこ森のカンナちゃん可能性あるわダートの馬ねあち芝かおい入れるぞみんな森のカンナちゃん名前がかわいいから森のカンナちゃんえーっと なんだっけこれは何何初音ステークスだったかなえぇ、ー、脅威の末足って書いてろ。書いておこう。えー、最高尾からの4着。名前がかわいいよし。情報をねデータ。データ。競馬だから俺は。データ競馬。 データ競馬です。ありがとう、カンナちゃん。さて、じゃあ、京都通信杯ではなく、京都記念から。京都記念からですね。早先にやんのは。いや、マジわかんな、ね、い。ラーゴムかな。3連、プクで。いや、プクじゃない。いや、プク。 <laughs> なんラーゴム一等はないと思うんだよね <laughs>。いや、ラーゴムのこと信じてあげた方がいいかな。いや、これ分からんぞ、マジで。どうする、みんな。無理かも。ワイドボックスうう買うならはなよ。いや、そうだよね。普通そうだよ。 普通そう。でも俺はラーゴム。でも俺はラーゴムは好きな馬だから買うの。ラーゴムでも13倍 <laughs> どうするみんな。14万倍はないの ?3 連単14万倍。 あれ当てた人いんのかな ?3 連単14万倍このように1人ぐらいいいのかな次どうする次どうしようかないやでももうあとは。 もうあとはこれでよくないもう11レースに。昨日の東京 12R とこの前の夜夜になってどっちが荒れてるいや、この間の東京十あ昨日の東京12レースでしょ。だって単勝五万、5万円だよ。単勝500倍だよ。3連単、14万倍だよ。そんなことある ユーバレーベン軸かな三連単買っていいみんないやプクにしよう三連プクユーバレーベンサンレイポケットいいよラーゴムレッドジェネシスシャイニブランコも。 シャイニーブランコそのやついるレッドガランって強いのうわーちょ、ババン、ワルババンの時に勝ってるやついないのあ、レッドジェネシスでも、不良ババで2位になってんじゃん神戸新聞杯。 やや重8八。あんま情報がねえなあでもこのマリア・エレーナオモ3位ヤヤオモ1位だぞおいこいつだろマリア・エレーナだぞみんな マリア・エレーナきたマリア・エレーナ入れないと三連服んこれど,ど,どうして名前かわいいしマリア・エレーナやなねえあボックスとかボックスで型大変なのだなるもんねだってボックス型10組も必要なんだ うわどうするどうどうやったらいいのお買い方が分かってないんだけどなんでこれ減るのあ三着あそっかうわラーゴムジューババでマリアエレーナに参拝してるんやな <laughs> マジで同じスでしたラーゴムもしかしてラーゴムいつあこれかケフェウスあ本ほんとだじゃラーゴム絶対ダメじゃんラーゴム絶対ダメじゃん <laughs> ちょっと どうするいや3連複ボックスで書いてでも10組か多いないやもう10組いや10組かちょっとさボックスでさマリアエレーナ 三ンレイポケット、ユーバレーベン、ラーゴム、レッドジェネシス。これで倍率見ようぜ。あ、まあ、ありだな。<laughs> あり。結構あり。当たればあり。外れたらなし。いや、なんか当たりそうじゃない三連服ボックス。 140倍来ないかないや <laughs> 怪しい <laughs> 怪しいな25610んっ<え> ?2568025680 いやラーゴムいらない説ない ハ <laughs> やだ切りたくない <laughs> ラーゴム切りたくない俺は <laughs> ラーゴム1 2キロも増えてる <laughs> ラーゴム1 2キロも増えてるみんなどうしよう <laughs> あでもマリアエレーナ4番人気かいやこれでもわかんねえな正直な何が来てもおかしくないわラーゴムもう来るかもしれない それはゴム。ラーゴム。完成ドリフトでそのまま切れるデータしかないラーゴム、マジで。重ままで負けてるし、<laughs> 12キロ増えてるし。<laughs> 何もいいことがないラーゴム、今んとこ。ただ名前が好き。それだけで買う価値はあるんだ。ちょ、ラーゴム頑張ってくんねえかななんかみんな見返してあげて。見返してほしいラーゴムのこと。 キレキレ言ってるバカどものことラーゴムなら見返してくれるはずどうも25810んいやそうだよ力強いから体重が増えたってことは力強くなってるからでそのおもおばでもこうギュッギュッだから昔のオバマの時は軽かったわけ。 だからちょっとずるって滑っちゃったんだけど、重いからこそグリップが効いてグッて。グッて。踏み抜けるわけよ。258、256810。ちょっとうちのばあちゃんが変え、10レース変えていってんだけど。 わがままか。なんで11レース以外買うんだやめてくれ。11、14、16。3連覆。11、11、14、16、12。 おばあちゃんは競道と競走それぞれなんて言ってるんや。いやわかんねえ。ジュールレース買おうとしてる。ただ、<laughs> 東京ジュールレース買おうとしてる。東京ジュールレースを買うな。すげえおばあちゃん楽しんでる競馬を。俺よりやってる。なんなら。 11、14、16、12、14、16、11、12、14、この2組を買ってくれと。本当にルメールまあ、そうか、プクだからな。ありなのか。え、すごいぞ、おばあちゃん。当たったらこ200円で。 ちょっとじゃあ見てみようかおばあちゃんの111416と1214161416には確固たる自信があるみたいここで400円も使うのすごいなこれ東京ジュルスだよねそうだねということでこれはまあいいとしてこのおばあちゃん投票ですさあ 共同通信杯どうするさっき俺あっちはもう決めたわさっきので行くわ京都記念はこっちどうするかだよね共同通信杯頼むってみんな頼む頼むよみんな 共同通信杯。共同通信杯か。でジオグリフかなやっぱジオグリフ頭。もうシンプルにこの5、10、11でよくないあ、でもアのジで。ジオグリフ、頭。いや、でもダノンスコーピオンも。上がりって何うわ、ジオグリフ、やばっ。 伸び後半のちょっと待ってな3連覆フォーメーションジオグリフ1着いや3連単だろジオグリフ1着決めてもう単よみんな結局 時代はねでダノンスコーピオン23アサヒって強いのアサヒスープードライ2212ああのやや重で勝ってる。 ややおもで勝ってるわ。遠心しとる町方場だからちょっとな。おやや、重いので勝ってる奴いねえのか一人も。いや、未経験ばっかじゃん。おいダノンスコーピオン勝ってんじゃねえか、新場で。ややおも。ダノンスコーピオンだな、これワンチャン。えー、でもルメール寒い日は弱いって聞いたよ、俺ね。寒い日のルメールは弱いらしいよ、みんな。今日寒いからルメール弱いんじゃない ジオグリフとさ、ダノンスコーピオンのワイドでよくないダノスコ、アサヒ、サンストックがやや重経験ありか。ダノスコ、アサヒもそうなんで、アサヒ1位となってるし。サンストックえ、あ、ほんとだ、2位になってる。未勝利で2位か。 でも2位だもんなでも一応 <laughs> そんなこと言ったらエイシン・シュトルム・ダートだけどやや重で1位取ってるよなんかどっかの盛岡で盛岡冷麺盛岡冷麺でワンチャン入れとく可能性 <laughs> いやオニャンコポんに負けてんだよでもこいつサンストックトン サンストックとんおにゃんコポんに負けてるからな <laughs> これでどう俺もうこのこの三連単もうのみいやガチガチだなつまんねー ジオグリフは絶対2着い,いないいやダノスコジオグリフで3着で遊ぶサンストックトンいやーこれなら2個十一の3連覆った方がいいだろう <laughs> <が> <laughs> そうだなそれでいいかなのみ 2,5,11の3連覆のみで勝負9倍あこれでも,でも9倍いくんだ結構高くない結構いくなこれで9倍か思ったより高えやありだねありだね

これはもう、じゃあ、俺これで行くわ。もう、あ、でも415買う ?415。お415買いてーねえ絶対 <laughs> いや、絶対はなくないけど、415はないよ。どうしよう、これで415とかだったら、大丈夫ない、ないとでしよう次は、阪神11レース。で、これは、さっき俺どうしたっけ三連複のボックスで、 ラーゴム切ろうかな。<laughs> ラーゴム切りてー。二。四、あれ、俺だ、な、二。五、六。八。十度だっ,たっけ。 確かこんなって気がするいやーくそー勝ちてえなーどうやったら勝てるんだろう競馬っておばあちゃん当ててくんねえかなーさっきの ドキドキするめちゃめちゃドキドキするこれなおばあちゃん一回これ見るか東京ジューでスもうそろそろ始まるんじゃないのまだ始まんないのかな 11、14、16、12、14、16、14、16には圧倒的な自信があるみたい。あれもう3時になったやば。第五ミニガイド、地上デジタル。はっちゃん。北た、五。 ウィッシュ,ウィッシュあ去年何シャフリーアルとかが出たあれなんだ三歳馬なのあれダービーって何歳馬いつも忘れちゃう俺 34? イモリさんもいろんな番組出てんな イモリさんで誰 ?3?3 <ん>か阪神ジュレース、カコガワステークス。これじゃないよね東京ジュレースだもんね。 この前川といないなって思ったら休養か。放牧でもされてたのかな。いかやく休養今日すげえ眠いわ。なんか昨日楽しみすぎて、配信を。めちゃめちゃ長時間やって。で、なんか今日朝早く起きちゃって。ちゃんと寝れなかったんだよね、今日 このあとミリオンライブがあるのになんかウマ娘のオリジナル馬とウマ娘に出てきたオリジナルウマ娘と同じ名前の馬を同じ名前にした馬主がいるらしいねハッピーミークとかやっぱ鈴鹿で、ね わら何。鈴鹿って緑の勝負服、あの一番逃げてる馬俺緑がシュキシュだから分からい。あれよく全部通ったよな。ねわ<ら>ハッピーミークやらなんだっけあと俺がやってない青春ハのオリジナルキャラ。<laughs> こんにちは。どうもー。 そういうことした人がいるらしいよなんとも言えないなんとも言えない感じになってるみたいだけど荒れてる何がえ、サイレンススズカってさ子供はいないよね多分 うわあ !4 番が来た。名前つけて。あ、名前つけてどうなんだろうね。わかんない。そうだよね。うわあ、7番すげえ追い上げてきた。たぶん多分そうだよね。<laughs> 寒暖房つけていい今日だけ。許してくれる許してくれるっておかしいな。現役4人目の女性騎手誕生。へーちょ、おばあちゃん頑張れよ。どうなんだろうね。荒れてんのかな荒れてはないんじゃないでもなんか。ね。みゆきさん最近来てんな。みゆきさん最近来てる強いたけしとっちが強い。俺、たけしを結構信頼してんだけど。 たけしは圧倒的な信頼置いてるんだけどたけしにさすがに今日は暖房入れざるを得ないぐらい寒いわさっきお風呂入ったの俺ひげそったんだよ俺 えらくないなんで剃った <laughs> なんで剃った長いからうざいから長くてうざいからそう思わないひげが長いやつはキモいでしょだってモテないかなと思って 機嫌が変なふうに伸びてるおじさんは、まあ、やっぱ俺モテ意識してるから配信で視聴者と出会おうと思ってるからっ,ってなるとやっぱり何コロないよ長くてうざいものなんて一つも 長,ければ長いこといいから全てえへっなんかか可いくない,数少ない女リスナーコローめちゃめちゃ可愛いからこの子結構キャラデザが好みですちなみに可愛いい釣り目が好きだからね俺何より結構キャラデザが好みだから残しようかなと思って 置いてます競馬この子が競馬を勝たせてくれてるかもしれない勝たせてくれるかもしれないからみんな坊主じゃん JRA の学校この顔と塗りならもうちょっと二の腕とか足とか肉あってもいいな。マジで,で坊主強制なの 女の子は坊主にしなくていいのすげえセミから何か言われるぞ。<laughs> 男子は、坊主、ズ、女子は、ワカメちゃんヘアではないのかなのかなすげえ、超逆ハーレムじゃん。<laughs> いいな。え、女の子自体がまず少ないのかな工業大学、じゃ、え、なんていうのなんていうんだっけ工業高校みたいな感じ女子が少ない。シンプルに。 それでもこの選ばれし者になれるのが少ないってことだって知らなかったぞ俺中学校の頃にあの競馬の騎手になる学校があるなんて知らなかったよ存在すら知らなかった もしかしたら俺がなってた世界線もあるかもしれないのにな。ジョッキーに。知ってれば。なんで教えてくれなかったんだろうな。なんで学校の先生を教えてくれなかったんだろう。進路の一つとして。体格で無理。体格で無理。太ってるからってこと俺が。中学の頃から太ってたかな、俺。 競馬場とかトレセンの近くじゃないと意識しないんじゃないの。なのかな。太ってそう。太ってたかな。ジョッキーめっちゃ体絞ってるから、ね。え、ジョッキーすごいよね、マジで。体重安定しなきゃいけないんだよ。一部のそういう人によっそう。大学生かなんかの免許証めっちゃ寄せてなかった。免許証あるよ。何の脈絡もなくジョッキー進めてくる。教師超える。<laughs> 君はジョッキーなんかどうだいって言って <laughs>。俺どこだろうな。 170ピッタ170ピッタっていうやつ大体160代っていう噂もあるけどねまあそのあたりはまああんまり見ないで考えないでくれや一応俺はジョッキーも割と血統だからな一応俺は170のつもりかつもりなんだけど一応1七0のつもりではあるただ本当かどうかはもうしばらく身長なんか上がってねえからな ただ一応あのー、縮んでる可能性ある身長も微妙体重も微妙ダメじゃん一応人みんなからは170コンディションによっては169の日もある感じね175だと思われてるえお前175じゃないのとはこれが俺の初めて免許を取った時の 俺,だね、俺、もう二十代半ばだけどまだ伸びるわ。頭がでかい。感じだな。これが初めて免許を取った時の、なんか、俺だね。え、20半ばだけどまだ伸びる。二十の時百169だったけど、この前173.9あった。えー、すごいね。痩せてても顎がねえんだよ、結局。 この頃から白眼鏡だったのね。そう。結局やすすも顎がねえんだったら、変わんねえじゃん。わらわら。お、東京十ある始まったぞ。やばい。草。十一、十四、十六。十六はいい位置にいる、それなりに。 14もいい位置いる。11は。あ、11もまあ悪くない位置いんな。11、14、16。え、16ちょっとなんか、どうしたすごい。中盤につけた。つけたのかついちゃったのかわかんないけど。でもこれ19倍ぐらいだからな、おばあちゃん。11、14、16。当たったら。太ったな 太ったかな <laughs> これは太ってるなバレンタインステークス。わかんない、普通に日常生活を送ってたら太った。え、全然だよ、おばあちゃん。おばあちゃん、全然だよ。<laughs> 14も16も 12, 12だけ <laughs> おばあちゃんちょっと俺のこいつが悪いかなしねえおばあちゃんやそ失敗です残念俺が邪魔だわ おばあちゃんも年が来たかちょっとねえー、これ10組買いすぎかな1000円はやりすぎかいやラーゴム外すラーゴム外したら8組になる25680 2568025680 25ラーゴムがだって1 2キロプラスで「おもママ勝てねえ」っつったらもうダメじゃんラーゴムどうする共同通信杯あこっから始まるんだ 2歳の G1、重症なんかあるんだいや、買うか。買おう。いや、でも1200円。<laughs> さっきなんだっけかわいい。なんだっけ森野環奈ちゃんも買ってるから。合計で1300円。まあ1300円だったらいいか。 パチンコだったら1分で溶けるからな。1000円。1分で溶ける。パチンコだったら。ええー、ダノンベルーガ上がり最速なのちょっと待って、そんな面白そうな。え、じゃ、ラーゴムなしでダノンベルーガの方がいいじゃん。あ、これ違えか。あれだ。共同通信杯だ。それ違え。俺が今買ってるのは共同金だから。関係ねえ 俺が今悩んでるのは、こっちじゃねえや。こっちか。ダノンベルーがもう強いんだ。うわーどうしよう。なんかそのサシの、サシの末足がすごいって言われると、そ <laughs>、こはい末足がすごいって言われるとなんか、いいな、かっこいいな ジオグリフタンショーと三連服上から四つで行くわジオグリフタンショーと三連服上から四つまあそれぐらい次いでは本ンダナターリアハルチンへえ。なんか元気そうだね曲ビーアストニッシドめちゃめちゃ興奮してんじゃんやべえぞみんなどうするなしかビーアストニッシド興奮してるあ元から買うつもりねえや俺ビーアストニッシド <laughs> 元から買うつもりなかったです。大丈夫。また限定 SSR 特訓前のああ、そうなんだ。つまりああ、そういうことか。はい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 。そういうことか。うわ、今日のライブ、クソ楽しみなんだけど。 ねみんなジオグリフ体でか前から見た時の横幅すごいなでも頭下げちゃってるどうした何時から ?4 時半頭下げちゃって大丈夫ジオグリフ多分4時半だよねミリオンエイトスちなみに曲名はデモリシュ解体。へえんか物騒だね うん、4時半、今日も。大丈夫。多分。BS と西とかもう、大暴れしてない、まあ、買わないからいいんだけど。 ダノンベルーがなんか強そうだなめっちゃいやダノンベルーがかっこいいな俺もジアグリフ3連服上から4つにしようかな単勝はいいやあこれ4人かうと4組になっちゃうのボックスで 多いなうわー無理だジオグリフクソでかいな体かっけえジオグリフ いやいや。信じようアサヒジオグリフ。ダノンスコーピオンの3連服で200円で。これでいくわ。のみ。のみで。 俺はこの阪神11レースにかけてるから14万倍は十四万倍はないです残念ながら今回だからまあすごいことが起きたらあるかもしれないけどるる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 るルル ちょっと待っておばあちゃんに締め切りの時間を来るわ。いやー頼む、頑張ってくれ。<laughs> とりあえず買っとくか。 1200円行け GO! あと300円しかない多分おばあちゃんがいっぱい予想来るから入金しないと買えない <laughs> え、ダノンスコピオン誰も予想してないじゃんなんで 朝日結構みんな予想してんなやっぱ朝日あれなのかなババで的な問題で強えのかなババ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 なババババピオン？仕上がってバくてもなんとかしろ。 買っちゃったじゃねえかよ俺もう <laughs> 仕上がってなくてもなんとかするのがあれだろうジョッキーだろうおばあちゃん朝日副賞500円なっていいねおばあちゃんいいね朝日副賞500円んもねえ意味ねえだろう 多分何倍 ?1.3 倍だぞほぼもらえねえじゃんねえか朝日副賞で買っても <laughs> 10万円ぐらいいくやつじゃん朝日副賞って 100万円でいくやつじゃん100万円えー、じゃあどうしようダノンスコーピオン外してもう一個買っとこうかなジオグリフ朝日ダノンベルーガでなんか俺もダノンベルーガがいい気がすんだよね <laughs> ジオグルフィー、アサヒー、ダノンベルーが買っとく ?200 円。8倍しょっぱダノンスコピオ仕上がってないんでしょ、だって。仕上がってないんじゃ、もう、買わなきゃよかった。やっぱそういう情報、どこでみんな仕入れたの ねえどこで仕入れてんのその情報おかしいねニュースでニュースでずるいよいいな俺もあの馬券欲しいな自分が買った か三百円3パ24まあ、今日の分まくれるな当たればもうどうせ300円あでもあとどうせおばあちゃんの馬券買いがでもダノンスコピーピオンも t w 勝ち馬予想は27いや行きたいマジででもコロナのたあ違う競馬の有名なレースって入れないんじゃないのあれ今だから入れないだけで 昔は入れたのかなあの何か何十万人十何万人とかいた時の1レースに10万人とか行ってた時はあれは特に関係なく入てたのかな北九州短距離ステークスいや対して対 <laughs> 大して近くないです どこにあるのかもいまいち分かってないです。ちな、中山が中山競馬場がどこにあるのかも知らないです。中山競馬場の近くはいつも日中退してるへえ。中山競馬場って何ですかどこにあるんですかななんでやるな中山競馬場ってどこにあるんですかちな。東京住んでてもね、近くにないんですよ。 東京って広いんです思ったより俺んちの近くにあるのはセブンイレブンとローソンです特定してくださいそれで船橋の方だった気がする東京だったら府中でいいんじゃね府中って府中か ジオグリフ200円だからジオグリフも意味ないよおばあちゃん復唱ジオグリフいい東京競馬場と中山競馬場と府中の違いがわからぬね 東京競馬場不中の。東京競馬場が不中なんだ。へえ。おばあちゃんワイドジオグリフ朝日。五百円。強気だね。でも二点六倍か。東京は東京都不中にあって、中山は千葉県船橋にある。 中山って千葉なんかそう中山はそう船橋めっちゃ喜んでる人いる <laughs> 手前にめっちゃ喜んでる人がいるかわいいやべあと500円買わないとちょっと待っててみんな当たったっんやろねあれで当たってなかったら逆におかしい <laughs> あれで <laughs> あれで当たってなかったらおもろいけどな よし。あんだけぴょんぴょん飛んでて <laughs>。めっちゃいいね。無邪気で。あのおっさん。手前の。俺めっちゃ買ってない ?2500 円買っちゃった一応250も買いました。250も買った。ダノンベルーガも。朝日ジオグリフ、ダノンベルーガか朝日ジオグリフ、 ダノンスコーピオン、どっちか。うちのおばあちゃんはワイドのジオグリフアサヒ。熱い、500円。負けすぎて壊れたのかもしれない。<笑><笑>みたいな。負けすぎても壊れるよな。熱い。まず、どっち違うよね。まず、あっちだよね、俺は。 じゃなくて。ええー、これかな。あ、じゃ、これ違う。これ、おばちゃんが負けたやつ。これかな。いや、東京。十一ですか。んこれじゃねえや。こっちだ。二五六八十。頼む。二五六八十。二五六八十。はい、はい,い,い,い、100円でも。当たれば。帰ってくる。どれも。 何て言うんだっけあれはしないで。ラーゴムとかが混じってくれたらもう熱いよ。鳥紙か。鳥紙はしない。25680が来れば。来るでしょ ?2 分の1ぐらいで来るぜ。5等って。11等立てぐらいでしょの2分の1だよ。5等もボックスで買ったら。来ねえほうがおかしいよ。ねえ。 そう思いませんか皆さん。僕は思うんだなぁ。ああああああ。うま娘ゾーンって何パチンコの熱い激ツあっ、うま娘のコラボゾーンが発売したんだ。ゾーンってあれかえなどりの話か <laughs> 俺と同じ考えの人がいる。 ウマ娘ゾーンって。クレッシーの効果音みたいな声だ。ああ<ー>。<laughs> ウマ娘ゾーンってこういうのかと思ったって。俺と全く同じ考えの人がいた。一瞬もトマットかと思った。友達になれるわ。エナドリとかファミマのドリンクとか出るけど。ああいう容器はこれ。イカ略。昔あったよね。あの。集団幻覚。俺。やってたわ。あの当時。 昔あのー、なんだっけ、FF のアドベントチルドレンかなんか出たときに、缶の、あのー、ポーションっていうのが売ってて、コンビニで。で、缶缶に、クラウドとか、ティファとか、映ってて、それ、め全種類集めてたよ、俺。缶缶。 で、カッこう並べてた壁に。本棚の上にブルーって並べてた俺。当時。あったな10年ぐらい前かな、多分十10年じゃ聞かねえかも。15年ぐらい前かも。日暮らしのパチンコの CM 変わってんな。日暮らしのパチンコ CM なんかやった。あなたは今どこで何をしていますか この空の続く場所にいますかいつものように笑顔でいてくれますか今はただそれを願い続けるドゥルドゥンドゥルドゥルドゥンドゥルドゥントゥルドゥルドゥルドゥン ってででへえそんな面白い CM なんだ頼むぞ阪神結構俺レッドガラン買ってないでもえなんで俺レッドガランえ俺24680じゃなかったっけあれ間違えたかも俺買うの <laughs> やべえ これ買うの間違えちゃったかもしれない。ま、あいやなんか間違えてても、なんとかなるでしょ当たる当たる。大丈夫大丈夫。これでもし、246810のどれかだったら終わった。24680だったら終わるかも。もしかしたら。 24680で当たってたらもし終わりですそうなったら終わりまあでもなんとかなる33分だから間に合わないかなあ34分前だったかな確かもう間に合わない始まっちゃうきたー大丈夫来ない <laughs> レ,ッレッドバロンは来ないってことにフーベルト・フォンジッキングに7く来ない大丈夫 ウンベルト・フォン・ジッキンゲン・ダンシャクは来ないはず。レジェネは勝ってるはず。あ、レッド・ガランか。そうレッド・ガランは来ない。レッド・パロンじゃなくてレッド・ガランだった。レッド・ガランは来ちゃいかん。マジで。頼むぞ。来るな絶対。4番。4番だけは来ないでくれ。4番来なきゃいい。レッド・ガランが4で3で5だから。 レッドガランが4で3世が5だからそもそも買わなかったじゃんそうなのかな俺なんなんかね俺4か5か多分は忘れちゃって何買うか多分間違えて5買ったわ4のが俺4月生まれなのに4月生まれだから4の方がなんか良さそうなのにこれでもしレッドガラン以外当たってたら最悪だぞ頼むぞマジで レッドガン以外、当たんなよえ電話きた、おばあちゃんからちょっと待ってあ、あ ばちゃんが今更買ってくれって言うもう間に合わない。間に合わないじゃねあのお金が足りない。マカ引きだって頑張っちゃダメだよ。これね。25680。頼む。当てたい。たまにはいいだろう。25680。 ユーバーレイベンが前に上がってるあれ11何いやいいよいいよ2611番後ろかジェネシスえジェネシスってそういう馬頑張れお願いたまにはたまには勝たせてくれ いや最後尾でも全然さっきの森のカンナちゃんのことを考えれば全然あるなこの11番が逃げ切ったらおしまいだよシンプルにシンプルに逃げ切ったらおしまいラーゴムいいチいルめっちゃラーゴム <laughs> おいラーゴムバカにしたやつ見てろおいマジででレッ,パレッドカラーはダメだぞレッドカラーはマジでダメ頼むあ十10番めっちゃ上がってる バカ引き一番しましょう。いや、ラーゴム、頑張れ、マジで。み、み、見返してやれ。バカに、お前バカにしたやつを。おい、10番、おい、2、6、8、いいよ、いいよ。頑張れ。帰れ、その11番は。頼む。2、6、8でもうん、1番と11番、全員後ろに行け。ぎゃ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 って。2、6、8そのまま、上がってこい。頼む。 ラーゴン、お前の実力にしてくれ !11 番、頼む帰ってくれ、家に今日だけはおい、1番来んなおい、11番耐えすぎおい、1番来んな頼むなんだこいつらタフネスがすげえおい、なんだこいつ、11番に来たか一 <laughs> つも入ってない !1119 なんですけど、皆さん 逃げ切った一つも入ってないんですけどわらわらこんな綺麗に外せるねえこんな綺麗に外せる何1119って一個も買ってねえよあ九9じゃないかなあれあれ誰だ8か3はか <laughs> 終わってるわ。終わってる。ラーゴムじゃねえかよおい、ラーゴム復唱にしときゃよかったじゃあ、俺ラーゴム復唱の可能性ってなんか一回出してたことあった ?11 番人気で48倍か夢だな。ちょっと何アフリカンゴールドアフリカンゴールド何してん <laughs> ちょは。 もうラーゴムやるじゃんでも3位か耐えたんだ頑張ったんだよねラーゴムね最後の最後でさすがラーゴムじゃなくねあれあれ誰5番じゃねあラーゴム全然一緒だわ違ったわ <laughs> 5番だ5番3着5番 結構俺ガチガチだよこれ2580254もいねえしなんならレッドガロンも誰もいねえじゃん誰もいねえさ次次いねえそうなんだもうじゃあこれもうこれよこれ当たっても俺今日負けてるわ <laughs> <laughs> おい、今日当たっても負けてるぞ、俺これ。2511が2510。わらわら。あ、でもうちのおばあちゃんが。あ、うちのおばあちゃんがエグいの買ってる。これでも多分2倍ぐらいあるから。いや、2510か251だったら買ってる買ってる。大丈夫。今日、回収できる。よし。踏ん張れ。うーん。うーん。頼む <laughs>。 2 5 0か2,5,11マジでもうガチガチだからガチガチうんふんばれ頼む耐えてくれ耐えてくれでも楽しいよな競馬ってこうやってみんなで盛り上がれるんじゃんパチンコってさ一人だからさこういうなんか負けたりしてもさなんかスンとしなきゃいけないわけよ一人で三万とか負けてもなんか別に 何も辛くないけどみたいな顔しなきゃいけない。一人でやってると。別にここで俺金がないから辞めるわけじゃないしみたいな顔して。<laughs> あの。出かけなきゃいけないわけよ。え、俺別に。なんでなんか俺そんななんか金がなくなったから辞めるわけじゃないしみたいな。そんなつもりないけど、まあ別に今日は辞めといてやるかなみたいな顔して出てくるから。すん。 泣いてるけどね。心はでそれがやっぱりこうやって配信でできるから競馬はね。みんなでこう。とか言いながら踏ん張れるから。でも。俺競馬才能ないな。結構今暑いと思ったんだけどな。ラーゴムはないとしてもラーゴ。ムはまあ俺の趣味で買ったとしても他は結構暑かったんだけどな。一つも入ってどういうことだ？ 頼むぞ。もう、2、5、10。もう、その、いい。その、1から4番人気でいいわけ。2、5、10。荒れるな。雨降ってたこと,とか、関係ねえよ。雨とか、馬場が悪いとか。頼むから荒れるな。何も起きるな。14番人気だったら、11で終わるぞ。1>, 1から4番人気だったら、11で終わる。どういうこと ?11 って。 終わらないでくれあ十11が来たらんを信じろえダノンスコーピオン4番人気じゃなかったダノンスコーピオンも買ってるよこのページだとちょっと映ってないけど追加で買ったから。 だから朝日、アサヒ、ジオグリフ、アサヒ、ジオグリフ、えー、ダノンスコーピオン、ダノンベルーガ。その4頭が来てくれれば全然いい。その4頭だけでいい、マジで。そしたら今日、まくれる。頼む。頼む。ちょっとずつでもいいからまくらしてくれ。 っってる勝ってるる大丈夫11も半分だよもう4等なんて11等分の4なんて11分の4なんかほぼ半分だから大丈夫俺なら俺なら大丈夫これは共同通信杯 G3 未来のエースが生まれる可能性があるレース頼むぞマジで 勝てる勝てる絶対勝てる絶対勝てる 俺は信じるぞ。2。やっぱ結局上位人気だから。結局上位人気。大丈夫。結局は上位人気よ。去年はエフフォーリアが勝ってるんだ。ゴ,ゴルシも勝ってるんだ。成田ブライアン。ジャングルポケット。 頑張れ。ジオグリフめっちゃかっこよくないなんか。オーラあるわ、ジオグリフ。めちゃめちゃオーラある、ジオグリフ。かっけえ、見て、なんか、でかい。名前がいい、ジオグリフ。ナノスコピオいいよ。落ち着いて、落ち着いて。 二五十一二五十一たぶんお願いお願いいけあ朝日めっちゃ出遅れてる <laughs> 大丈夫か <laughs> 朝日はちゃめちゃに出遅れてるやばいこれは朝日朝日多いあ<ー>どうした朝日多い<何>なんでなんで出遅れのたの クジオグリフ、めっちまあまあ、え、ジオグリフって何さ前の方のいる馬じゃないのいや、でも大丈夫大丈夫。朝日なら、後ろから勝ち上がってくれる。朝日なら勝ち上がってくれるはず。大丈夫。信じろ。朝日を信じろ。あ、そうなんだ。じゃあ朝日がその気持ちを受け継ごう。 大丈夫大丈夫2 5十二五0いや50はいい朝日だよあとはマジで <laughs> 朝日頼む何してんのあそうだよむしろ朝日超激スやしこえあ左最中にいる朝日うまい 上がってこい朝日お前ならいける3着に入ればいいから朝日はいやいい朝日こうすごい朝日すごい250250朝日もうちょっと踏ん張って朝日うわっーアスとニッシーの,の158 アサヒーアサヒーセリザワアサヒーザワアサヒーくそー冬子かアサヒーいや、ビーヤスとニッシドお前やっぱりやる力持ってたのか うわいや、でもこのダノン、なんたらとやっぱ、あれ、違うね。次元。強いわ、うん。ダノンベルーガ強いわ。メモしとこう。ダノンベルーガとジオグリフは強い。はあ、え、2500円負けました。ダノンベルーガと、 いや、朝日、朝日が出遅れなければ全然あったわー。朝日朝日何してん朝日。朝日 <laughs> <サヒ> <laughs>。朝日何,何してんの荒れやすいとかじゃないじゃん。 あれやすいとはじゃん。朝日が出遅れただけだもん、これは。朝日出遅れてなければ多分、超めちゃめちゃ順当に2、5、10だったよ。朝日。朝日は爺さんだから、まあ。朝日。まあ、ジオグリフとダノンベルーガ今後ちょっと。いや、だダノンベルーガちょっと要チェックだなつ強えわ。 後半の素足がかっこいいというかいや朝日も良かったんだけどねわかんない朝日も良かったけどやっぱこれ絶対出遅れのせいだよもう <laughs> 出遅れでなかったらあんな変な位置にいないよ朝日ビーアストニッシュド買えばよかった考えさたん俺ビーアストニッシュド 名前何顔なんて言ったかったわでも名前が好きだかっこいいねみたいな <laughs> <laughs> ありがとうみた <laughs> また会おうや朝日が普段どこにつけてる馬なのかわからんない朝日どこにつけてる馬なんだろうね2212 まだ情報も特に出てないね。出遅れた挙句伸びない。お前いい加減にしろ <laughs>。逃げえいや、まだ多分情報がないんじゃないレースが少ないから。ほんまクソ。<laughs> 確かにクソ叩かれてる <laughs>。クソ叩かれてるわ。 クラシック前はこれだからやめらんねえぜ。過去四走中二回で遅れてるんだへー。地震情報、大丈夫か？トカチ、トカチってどこ？北海道？北海道かな。 北海道の真ん中だっけどかちつくちでどかちつくちでほのうでれどおくれえってことは5戦中3試合出遅れてるってこと田辺田辺が出遅れてるってことかいじゃあなんでそだしダート行ってんの 指名でどの辺か言うのやめろなんでソダシずっとダートやってるの最近うわ来週 G1? あ <laughs> はは来週 G1 ですって皆さん黒船追いかけてる黒船,追いかけて黒船はそういう馬だったんだっけバとダートどっちもううどっちもいけてた馬なんだっけ来週ソダシ来るか 楽しみだね。そういう決闘なんだ。かっけやな、ね、やっぱそうだし、こうやって見ると。今年も着々と借金増やしていこう、て行こうか。黒船は芝からダートに転向したたアグネジと入れ替わった感じイカあ、芝からダートに転向したんだ。え、でもさ、別にさ、芝で強かった馬がダートに行く意味ってあんの黒船も芝で強かったけどダート行ったの なんか芝でうまくいかなくてダートで伸びるみたいな意味わかるけど芝で強かったのにダートに行く意味をちょっとよくわかんないよ俺まあなんかあるんだな理由は俺みたいな素人が意味わかんないとか言ってもダメなんだろうな <music> うーんじゃあまた <laughs> 秋隆史期待されてたんだっけ いのまあ親がダートで強かっただろうな2500円負けましたありがとう皆さんまた会いましょう<笑><笑>でも親がダートで強くても別に子が芝で強いのを使い続けたらいいのにと思っちゃうけどねそうだしなんて おばあちゃん今日は全然だったなうんおばあちゃんダメだったはあ。共同通信杯は三連覆6600円だって俺一つも当たってないんだもんあじゃあこれはあえ三、ー、連覆6060万だったの当たってたよこれ俺 来週も推し単勝買いだな貧乏だから年取るといろいろさが出るという話はあるみたいあ、そうなんだだから早めにダート鳴らさすとこうみたいな G1 始まっちゃうって来週楽しみだねじゃあフェブラリーステークスで会おうやみんな次は フェブステで。<laughs> キビ君。一つも当たりませんでした。今までありがとう。またね。来週のフェブラリーステーク、じゃねえや、フェブラリーステークスか。出<つ>会いましょう。育ちに、育ちに10万。お疲れ様でした。